はいどうもマグニーです。12デイズ8日目の、プレゼント分かりましたね。進撃の巨人でした。コミックスの一巻が今回の、8日目のプレゼントということになりました。進撃の巨人ご存知ない方のためにね、簡単に説明しますとですね、人類は、昔平和に暮らしていたんですけれども、ある時いきなりね超大きな巨人が現れてですね、その巨人に対、巨人からね、守るために壁を立てですね、大きな壁を立てた世界に、その三重に重なった大きな壁がこうあって、その中で、平和に暮らしていた人類がいて、巨人からのね恐怖から逃れて平和に暮らしていた人類がいましたけれども、100年経った時に、超大型の巨人が現れて、今まで巨人の進撃を防いでいたその壁をね壊して侵入してくるんですね。でそこのこうなんかこういろいろな葛藤があるっていうね漫画なんですけどね、触りだけ言うとそんな感じなんですけど、まあ一回見てみてください。無料なのでね、見ると多分ハマって、2巻3巻と買っちゃうんじゃないかなと思います。これいいね、アップルさん賢いですね、やり方がね。はい、アップルさんが賢いのかよくわかりませんけども、進撃の巨人売れちゃうんじゃないかなと、また、知らない人に対しての訴求ができたんじゃないかななんてね思っておりますけれども、はい、まあこう、それが8日目の、プレゼントです。12デイズ、はい、そういうわけで、ダウンロードしてちょっとチラッとこう見せた動画が、録画してありますので、そちらをねご覧いただきまして、本日の動画のとしたいと思います。それではどうぞ。それでは8日目オープンいたしましょう。出ましたね、進撃の巨人です。うわ一巻だ、進撃の巨人一巻、これを読んで続きを読めよお前はって、読みたくさせよう作戦ですね、これ。あ、これ iBooks ですね。はい、じゃあダウンロードしてみましょう。はい、そういうわけでね iBooks に来ました。前回のね羊の宇宙もありますが、ここにね進撃の巨人が加わりました。素晴らしいですね。これあんまりこれ見に行くためなのかな。その日人類は思い出した、奴らに支配されていた恐怖を、鳥籠の中に囚われていた屈辱を、まあ、こういう始まりで、こういう巨人がいて、こういう巨人にこうやって襲われて、これ壁あるでしょ、これが壁なんですよね。中にあるのがこう人が住んでる、地域なんですけれども、ここまで巨人がね進撃してきていると、進撃の巨人みたいな、はい、そんな感じの漫画でございます。これね、無料なんでね、ぜひ皆さんダウンロードして見てみてくださいってことですね。結構僕もこれ発売、当初ぐらいから見てるんですけども、最近はね、最新刊全然見れてないんで、これを機にね、見たいと思います。以上、12 days 8日目の、プレゼントは、進撃の巨人コミックス第1巻でございました。では、はい、どうも、マグニー。12デイズ8日目はね、なんと進撃の巨人でございましてね、アニメです。またiBooksコンテンツになりますけどね、明日は何が来るんでしょうか。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。